皆さんこんにちは、ブゲイドウ結びのゆいです。 Hi everyone, I'm Yui from ブゲイドウ結び。本日は日本が誇る最強の武器、最強の武術についてご紹介します。 Today, I would like to talk about the most powerful weapon and the most powerful martial art that Japan has to offer. それって刀？槍？一体何だと思いますか？これです。杖です。本当ですよ。杖と書いて杖と読み、杖の術と書いて杖術と言います。このように刃もついていなければ尖った角すらもない木の棒を使った武術です。最強の武器なんて言い方は、まあ、あえて YouTube 的にキャッチーな物言いをしている面はあるんですけれども、まあ、正直言って、あながち嘘じゃありません。そういうだけの根拠があってお伝えしています。これから技術面、そして精神面も含めて、様々な側面から理解が深まるようにお伝えしてまいりますので、ぜひついてきてくださいね。I'm going to explain 杖術という、I will tell you so that you will have a better understanding of both the technical and philosophical aspects. So, please follow me. 杖術を行っている武術の流派はいくつかあるんですけれども、今回、全日本剣道連盟が制定している杖道の元になっている神道無双流杖術に即して説明させていただきます。私自身の説明をさせていただくと、武芸道結びは、武道の連盟や団体に一切所属しておらず独自の活動をしていますので、神道無双流さんを受け継いでいるといったことではないんですね。ただ結びが稽古している杖術としましても、まず正定型の杖道がベースにあって、そこから構築させていただいたものでありますし、その杖術の創始にあたる神道無双流さんおよび先人の方々には敬意を感じております。そういう立場として今回杖術について語らせてください。杖術は今から約400年前に日本で生まれました。棒術と言われる武術は日本にも中国にもあるんですけれども、その場合棒の長さは約180センチ前後が主になってまいります。一方杖術の杖の長さは約128センチです。日本人の大人の男性でしたら、だいたい足元から垂直に立てた時胸の高さほどになります。端から端まで包んで扱える手頃な長さであり、刀よりはリーチがある絶妙な長さですね。杖術を指してこんな歌が残されています。つけば槍、払えばなぎなた、持たば太刀、杖は核にも外れざりけり。この技は千変万化の自由自在な武術であるということです。いくつか例をお見せしましょう。相手は刀、こちらは杖です。相手の歯を払っています。実際刃筋を反らすと同時に頭部を打つことも可能です。そして相手の手元を取っています。歯には当てていません。そのまま手元を押さえ込み、相手が距離を取った隙に溝落ちをつくという一連の流れでした。続いて横から殴るようにこめかみに当て、当てた方と反対の先で突き込んでいます。斬新。またはこのように膝を取ったり、腕や肩を取ったりと関節に効かせる技もあります。こんなにも自由自在に技を変化させられるのは、上下左右もなく角一つない上に手の内で滑るように扱えて、どこもが瞬時に攻めにも防御にも転じられるからです。木の棒一本なんて、絶対刀の方が強いんじゃないの？なんて最初は思われたんじゃないでしょうか。
いやいや、情にはどのようにでも対応できるだけの知られざる強さがある武術なんだっていうことをお分かりいただけましたでしょうか。情術は江戸時代、武宗権之助勝吉という人物が編み出した武術です。実はこの権之助とほとんど同じ時代を生きたある有名な剣豪がいます。誰でしょうか。宮本武蔵です。二刀の使い手ですね。権之助は武蔵と戦ったという伝説が残されているんです。権之助ははじめ武蔵を相手に刀で勝負を挑みます。なぜならこの時はまだ杖術が生み出される前だったからです。権之助はもともと剣術の流派である天真少年香取神道流と鹿島直心影流の奥義を極めていたそうで、もともと剣の腕前がある方だったんですね。数多くの剣客と試合をしても一度も負けることはなかったと言われています。そんな時に出会った宮本武蔵。武蔵もまた同じように負け知らずの剣豪だと言われていますよね。さあこの試合一体どちらが勝ったのかというと、武蔵です。権之助は敗れました。ところがです、そこで終わらないのが権之助伝説なんです。彼は試合に敗れて逆に奮い立ち武者修行に行っています。諸国を長い間渡り歩き、そしてついには山奥の岩屋にこもります。そこでついに天啓とともに杖術という新しい武術を生み出すんです。そうして彼は杖一本を手に、なんともう一度武蔵と向かい合うんです。宮本武蔵と二度も戦った男の話なんて皆さん聞いたことがありましたでしょうか。時を経ての二度目の対決です。この勝負は一体どちらが勝ったのかというと、諸説ありですね。武蔵が勝ったと記す書物もあれば、権之助が勝ったとも伝わっています。相打ちだったのかもしれないし、勝った負けたで単純に割り切れるような勝負でもなかったかもしれません。結末はあなたのご想像にお任せします。宮本武蔵という人物に対するイメージや解釈は人それぞれあると思うんですけれども、若かりし頃には勝利を挙げることに手段を選ばないというような冷酷さも持ち合わせていて、でお風呂にも入らなかったなんていうエピソードもありますから、こう獣臭いようなギラギラしたところのある人間だったんじゃないかなと思うんですね。武宗権之助もまた若かりし頃には派手にやってやりたいというような自己顕示欲が強烈な人間だったのではないかと推察されます。というのも、武道を場神の無双ぞ権之助自ら許す天下一の名という歌が武芸百人一首にも読まれているそうで、このように兵法天下一無双権之助と書かれた羽織を自ら着ているというような挿絵まで描かれています。ここで思うんです。権之助と武蔵、似た者同士だったのかも。しかし後年に入ってくるとどうでしょうか。権之助は修行の末に剣を捨てて杖を手にします。その頃には武の道とは一体何なのだろうかということに対して根本から変化した境地に至っていたんですね。武蔵は五輪の書が実践的であるように、実際に切るか切られるかという場面でいかに勝つのかという兵法の上に道を追求し続けていったのではないかと思うんですね。言い換えれば後年権之助の心はまるで丸木のようであり、武蔵はますますその歯を尖らせていくようなあり方だったかもしれません。その変化が二人の立ち合いの時にも一度目と二度目の時とでどのような違いを与えていたのか想像が膨らむところですね。同じ時代を生き二度も戦った二人は宿命的な関係だったと言えるのではないでしょうか。二人の間にはこんなにもドラマティックな物語があったんですね。宮本武蔵が大変有名であることに対して武宗権之助の方はそこまで知られてはいませんよね。しかし確実にその技は現代の日本に浸透しているんです。
皆さん、このようにおまわりさんが棒を持って立っているのを見た覚えはありませんか？警察官が訓練する警乗術の元になっているのがこの乗術なんです。棒であるからこそ相手を致命的な怪我に至らしめることなく制圧することができます。こちらが刃物や拳銃で対応するほどかえって被害が大きくなるリスクもありますから、杖を用いるということは実用的なんです。杖術は平和の武術であると言えます。平和の武術、これこそがまさに夢想権之助が行き着いた理念だったのです。平和という字には和という漢字が入っていますし、また日本文化のことも和と言い表されますよね。で、その和とは何かというと、何でもかんでも周りに同調して受け入れるだけの優しさではないと思うんですね。仮に何かいけないことが起きた時にはそれはなりませんと言えるだけの毅然とした強さもまた大切であり、で何よりその毅然とした強さというのは自分自身が自立した心を持っていなければそういう毅然とした態度を取るっていうことができないですよね。成熟した精神が備わっているからこそ本当の意味でお互いを尊重した友好が築けるんだと思います。私は和をもって尊しとなすという言葉はそのような意味なのかなというふうに捉えています。おおらかな優しさを持てるだけの内側には毅然とした芯がある。その強さの面の徳を指して武、また武の精神というふうに言うのではないでしょうか。傷つけずに人を戒めるということはそれこそ本当に難しい道でもあると思います。でもよくその道を練っていこうよというふうに示しているんだと思うんですね。それを心に留めておくということは大切な理念だなと思います。夢想権之助を題材にした小説で車剣という冴周一先生の本があって、でこの中で私印象的なシーンがあったんですね。老婆が怠け者の息子をこう杖で懲らしめるというシーンが出てくるんですよ。で本当にあそこに現れているなと思ったんですけれども、お母さんが子供を戒めるというのは愛があるからこそですよね。罪を憎んで人を憎まずという言葉もあるように、それこそ杖術が示している境地なのだろうなと思っています。丸木の杖は刃もついていなければ強さもかっこよさも何も誇示しない素朴な樫の木です。杖とは杖ですから、子供からお年寄りまで持てるものであり、本来武器ですらないものです。それこそが一番強くて優しい最強の武器であり武術である。今回はそんなお話をさせていただきました。ここまでご覧になっていただきましてありがとうございました。Thank you for listening to my explanation about Jiu-Jitsu.